はい、はい、どうも、ちょぶりです。ていうことで、今日はですね、最新、ショータイムガチャ、徹底解説、やった。 いいいきたたととと思まますということで今週もリーーグショータイムガチャ来ましたねはい、こちら、ショータイムイタリアリーグということで、セリエからこちらの3名が登場しました。ラウタのテオエルナンデス、ディバラということで、リーグワン、プレミア、ラリー映ガに引き続き、今回はセリエから登場しました。ラウタロにフェノミナルフィニッシュがついていて、テオエルナンデスにエッジクロスがついてますね。ディバラは何も追加されていないんですけれども、まあ、めちゃくちゃかっこいいということで、欲しい方も多いんじゃないかなと思います。 もうラウタラは結構登場してるんじゃないかなって気がするんですけれども今回ね僕100回引いてコンプリートできました結構運いいんじゃないかなと思ってますけれどもこんな感じですねブラホビッチとかねジルクゼとかいますけれどもまあハイライトの方は微妙かな基本的にまあ特にこう狙い目の選手はいないかなって印象ですねそして今回のガチャの総評なんですけれどもまあこのガチャはスルーでいいんじゃないかなと思いますねまあこれまで登場してきたショータイムガチャの中でも正直まあ一番渋めではあるのかなと思います まあ3名とも強化されていますし強くはあるんですけれどもまあ無理して獲得する3名ではないというかこれから3名ともガチスカットに残ってくるかっていうとちょっと僕はね微妙なんじゃないかなと思ってますまあでもその中でもやっぱりラウトロは万能でめちゃめちゃ強いかな個人的には一番ガチスカットで使えるんじゃないかなって気がしてますけれども今回も3人ともねレバー1能力設定解説していきたいと思いますのでよかったら参考にしてみてください今回の評価の方はこんな感じでやっていきたいと思いますてことで早速ですねショータイムイタリア流ガチ設定解説という ということでやっていきましょう はい。ということで、まず一人目はこちら、パウロ・ディバラから見ていきたいと思います。ディバラがついにショータイムで登場ということで、前回のビッグタイム以来かなガチャで来たのは、あれ以来になるんじゃないかなと思いますけれども、身長177センチの着足は左引き35例まで上がりますということで、ポジション適正は CFSTOMF、右ウィンができますね。プリエンサらはチャンスメーカーということで、まあ個人的には使うのはやっぱりセカンドトップとか OMF とか、まあ2列目がいいんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱり2列目ってね、 いい選手が今めちゃくちゃ多いんでそういう中でこのディバラがスタメンに貼れるかっていうと個人的にはまあ若干厳しいのかなって印象ですねで今回ブースターがファンタジスタプラス2ということでボルコンドリブル決定力ボディコンのパラメーターが上昇しますこのブースター強いっすよねで今回育成のこんな感じでやってみましたシュート4パス4ドリブル9クイックネス1 1 1 6 1 2ということで、まあ、全体的に振ってるんですけれども特にクイックネスと106に振ってますね能力見ていきましょうオベセ 88ままままでででっててドリブブルルルにに関してはブースの影響ももあって全部92 96 94以上まで上がりますす特ボボコキプそして、このディバラはね、パスが上手いのがいいポイントですね。グランダーパスも85まで行って、フライパスも83まで行きます。決定力もね、85まで行くんで、個人的にはパスもうまいんで、やっぱりまあ2列目行きようがいいんじゃないかなと思ってますね。そして、スピード瞬発はこんな感じ。まあ正直ね、スピードが若干低いのが気になるポイントではあるんですけれども、瞬発は91、キック力も90乗っかってくるのはいいポイントですね。フィジカルはなくて、ボディコン 96とということでまあ普通にこう強くはあるんですけどまあ現環境で無理に獲得するべきこうノグロしてはないのかなって感じが正直僕はしてますね、まあ、ロマンはあると思うんですけれどもガッチスカットからまあ消えてしまいそうかなって匂いがしてます逆足振動はややくセーターは普通波は普通ですねスキル見ていきましょうダブルルルートコンカコントロールループヘルトリックワンシューワンパスルーパスアートスピンキックピーケーキックカーということで、まあ、スキルはまあ優秀ですよねほんとミドルシュートとかつけてあげればいいんじゃないかなって気がしますけれどもしっかりダブルタッチ持っていて シュート系の次で、根幹を持っていて、ワンシューを持っていて、ワンパスルーパスアートスピンキックモシというわけで、スキルが優秀なのは、やっぱりこのティバラめちゃめちゃいいポイントかなと思います。パスケのスキルもこんだけ持ってるんで、やっぱり実名記憶は個人的にはおすすめですね。いや、このティバラもね、かなり強くはあるんですけれども、まあ、プレイエクサル、チャンスメーカーも若干好み明るいかなと思いますし。まあ、使うのはやっぱりセカンドトップとか、O. M. F. だと思うんで、まあ、玄関今いい選手が多いんでね。そういうことを考えると、まあ、僕的にはスルーでいいんじゃないかなと思います。はい、ということで。 これでした続いて二人目はこちら、テオ・エルナンデス見ていきたいと思います。この選手はまあ結構強いんじゃないかなと思ってますね。今回エッジクロスが追加されておりますということで、身長は184センチと、左下、左引き36レーまで上がります。総合値も102まで上がってますね。左のサイドバックとサイドハーフに適性があります。プレイスタルは攻撃的サイドバックですね。まあ、使うならばどうなんですかね。僕は今回サイドバックの育成をしてきたんですけれども、ワンチャンもオフェンスに全振りしてサイドハーフもね、なしではないんじゃないかなと 思いま,すまあでも左サイドハーフもいい選手多いんでまあサイドバック費用がいいかなで今回ブースターはクロスプラス2ということでフライパスカーブスピードスタミナのパラメータが上昇しますまあこのブースターは正直微妙かなと思いますねで育成はこんな感じパス4ドリブル5クイックレス8 1 0エアバトル5ディフェンス12ということでまあ全体的に振ってるんですけれども特にこうディフェンスと脚力に振ってますねこれ能力値見ていくとドリブル数値に関しても5だけ上げてるんですけれども結構高いですね全部8を超えて いきますパス打ちに関してはまあ、70後半っていった感じでこれもう少し、ね、個人的な欲しかったなって感じがあるんですけれども決定力もね上げてないんですけれども70乗っかってきますそしてディフェンス打ですね全部8乗っかってきますまあこれ正直まあサイドバックにしたら低いかなって感じはありますよねまあ90前後は欲しかったかなって感じがあるんですけれどもまあ12上げしてこれなんでまあ公演的なサイドバックですししょうがないかなって印象ですねそしてスピード瞬発がこちらですねここがめちゃくちゃ早いということでこの育成でスピードを 100瞬発は95まで乗っかってくるんですよこれはめちゃめちゃ魅力的ですよねキック力も90までいってフィジカルコンタクトは中ボディコンは中にスタミナは97ということでまあ、足はめちゃくちゃ速いけどディフェンスじゃそこまでないみたいなまあ、そういうタイプかなと思うのでまあ僕的にはロベカルとかねアルフォンソデイビスとかそういうの持ってる方は基本的に獲得しなくていいんじゃないかなと思ってますまあ、タイプ的には同じなんじゃないかなと思ってますねもちろん弱くはないと思うんですけれどもこれからスカッチは残ってこないかなって印象 がありますし、僕はまあサイドバック育成してるんですけれども、まあワンチャンサイドハーフ用の育成とかね、しても面白いんじゃないかなって気はしてますね。逆発進度や低精度や低い波や靴となっております。次で見ていきましょう。シザースエッジターンライジング精度ミドルシュートワンシュスルーパスピンポイントクロスエッジクロスインターセプトブロッカーということで、なんかシュートギロスキルめっちゃ持ってますよね。ライジングミドルワンシュート持ってますと、しかもスルーパスね。これ持ってるのはいいポイントかなと思います。ピンポイントクロスを持っていて、ただまあディフェンス機能スキルかな。これが少ないということで、インターセプト。 ブロッカーとかしか持ってないんでやっぱりねマンマークスライディングタックルとかそこら辺つけてあげたいですよねただまあやっぱりエッチクロスは個人的に強いスキルかなと思いますし能力値もまあ弱くはないと思うんですけどまあデイビスとかねロビーカルとか同じ風かなと思うので基本的にはこの選手は僕はスルーでいいんじゃないかなと思ってますねまぁ、あ、全然ガチスカットではやれるかなと思いますのでぜひ気になった方は確保してみてくださいはいということで手折りなんですでした最後3人目はこちらラウタロウですね見ていきたいと思いますまたまたインテルから登場という ということで、1 7 4ンチ引き足右引きの32レームで上がりますね。結構身長がね、1 7 4ンチということで、そこまでこれすごい高いわけじゃないんで、割と扱いやすいんですよね。ポジション適正はセンターフォワールド、セカンドトップでプレイスタのラインブレイカーとなっております。そして今回ブースターがシュートプラスにですね。ボルコン決定力、キック力、フィジカルコンタクトのパラメータが上昇します。このブースターは普通にいいですね。で、育成の方こんな感じでやってみました。シュート5、パス1、ドリブル12、クイックに差し169、エアバトル4ということで、この選手も もまあ全体的に振ってはいるんですけれどもあま,上げしてますこれで能力値見ていくと、オフェ戦は92まで行って、ボールコンドボールキープに関しては90乗っかってきます。ドリブルに関してもね、89ということで、まあ、ほぼほぼ90乗っかってくるぐらいかなって感じですね。ただラウトラはね、パスこれ1しか上げたいんですけれども、パス数値が低いということで、まあ、これは残念なポイントかなと、個人的には思ってますね。パス上手かったら嬉しかったからって感じはあるんですけれども、決定力は90乗っかってきて、そしてヘディングも一応8乗っかってくるかな。 で、スピード瞬発はこちらどっちも90乗っかってきます。特に瞬発に関してはブーサーの影響もあって95までいきますということで、これはいいですよね。キック力も88までいって、フィジカルコンタクトもブーサーの影響もあって83までいって、ボディコンも84、スタリナは88ということで、まあ、全体的にめちゃめちゃバランスいい数値してるんで、これは使いやすいんじゃないかなと思いますし、弦環境も割と強いんじゃないかなと思ってます。やっぱりまあ瞬発スピード90を超えてきて、このフィジカルコンタクトは、まあ、こういうところもあるのは個人的には嬉しいポイントかなと思いますね。あとはここですね。逆発費の精度 最高最高ということで、やっぱりもうこの最高最高の選手ってなかなかいないんで、これは最高すぎますね。で、スキル見ていきましょう。なんと今回、ラウタロダブルタッチついちゃってるんですよ。もうこれがね、びっくりしたんですけど、ついにつきましたね。ラウタロに関しては正直ね、ダブルタッチつけたいけど、この選手に使うのもったいなくねみたいな、もうそういう感じの選手だったんで、ラウタロのダブルタッチ、これはめちゃくちゃ個人的には嬉しいですね。あとはヘッダー、コンカ、ライジング、ミドル、ワンシュ、フェノミナルフィニッシュ、 スーパーサードスピンキックキャプテンシーということでまあ、スキルに関しても普通に優秀かなと思います中得のスキルこんだけ持ってますし今回フェノメナルフィニッシュが追加されましたということで、まあ、ワンタッチパスとか追加してあげればいいんじゃないかなと思いますスキルもかなり優秀ですねまあ正直ね前回のビッグタイムのラウトラを持ってる方はこうそこまで無理に獲得しなくていいと思いますし、まあ、持ってない方でもねそんなにこう絶対に引くべき選手ではないのかなって感じはしてるんですけれども、まあ、今回のガチャの中では個人的に、まあ、一番ガチスカットに残る可能性 性のある優秀なななんじゃいいいかかと思いますっったら使ててみてくださいはい、ということで、ラウタロでした。はい、ということで、今回は、ショータイムイタリアリーグということで、この3名開説していったんですけれども、いかがだったでしょうかまあ、3名とも弱くはないと思いますし、特にラウタロ個人的にはかなり優秀かなと思ってます。手もめちゃくちゃ足早いですしね。使える方は使えるんじゃないかなと思いますけれども、まあ、基本的に僕はこのガチャはスルーでいいんじゃないかなと思ってますね。まあ、このガチャ引くならエピックのイタリアガチャ僕は引いた方がいいんじゃないかなと思ってます。ぜひ、よかったら少しでも参考にしてみてください。 はい、はい、こんな感じに振ってもらうのが前に投稿してますので、ぜひよろしければコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。